んにちは、吉村博史です。本日はですね、我が愛しのレザーウェア、ボリューム17ですね、17回目ですね。本日は、ベルルッティのですね、レザージャケットをですね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、寄ってみました。ちょっとですね、結構色がですね、難しいですね。赤ではないんですけど、ボルドーに赤混ぜたような、赤が強くなっているようですね。はい、そういった色になっています。で、ベルルッティなんで、革製品がものすごく売りのブランドだと思うんですけど、これもですね、本当に革の質感が、ちょっとかなり素晴らしいものがありますね。ちょっと吸い付いてくるような形が、感じがしますね。はい、でダブルの仕立てになってます。で、裏生地の中の生地は特になしですね。はい。着丈はですね、ちょうどいい長さですね。長くもなく短くもなく、ダブルの形にすると、かなり、その辺が、僕自身も結構気になるところではあるんですけど、その辺がすごくかなりバランスがいいです。はい、これはですね、今はクリス・マーシュがディレクターやってると思うんですけど、デザイナーですね。その前のですね、アレッサンドロ・サルトリですね、今ジェニアンドディレクターやってますね。その方がデザインした、その時のものになりますね。はい、はい、後ろになります。やっていきます。絞りはですね、適度にっていう感じですかね。はい、この色と、素材感ですかね。形も結構独特だったりするんですけど、アームは普通ですかね。そんなに絞ってあるわけではありません。はい、比較的着やすいですね。で、ですね、ノーベントですね。この辺がノーベントの服はなかなか座るときとかに気使ったりはするんですけど、そんなところでしょう。はい、ということでですね、我が愛しのレザーウェア、ボリューム17ですね、本日はベルルッティのレザージャケットをご紹介させていただきました。そうですね、ちょっと中生地の貼っていない、こういうレザージャケットということでですね、秋冬以外、夏以外ですかね。夏以外、あんまりでも冬ちょっと寒くなるとこれだけだとっていう感じがするんですけど、春明けで使っていけるようなアイテムだと思ってます。はい、当然革の、素材感も素晴らしいですし、おすすめですね。よろしければ探してみてください。はい、本日もご視聴最後までありがとうございました。またよろしくお願いいたします。